待ってよ、スイカ。スイカ、どれにしようか。何もらったの、あなた。八百屋さんのね、おじさんに桃もらったの。桃。そう、平べったい桃。ママプーズ。優しいおじさんだったね。ママプーズ。プーズ？うん、車に乗るよ。食べちゃってから車乗ろうね。何？待って。待って。待って。これバナナ。違う。カレンはここの中に座って、うん、カノンはカレンをプッシュするの。ママ、おいで。気をつける。水でバシャバシャって洗ったら？終わった。終わった？お城？これ何？この緑色のは？橋？ギュッてして、もう一回。で？そうだよ。ここ？そうよ。できた？そうだよ。もう一杯入れてくれる？トントントン。もっと？そうね。もう一杯ぐらい入れとこっか。スプーン。これ？これ？どれ？見して。これ？そうだね。もう一個出して。二つ。そうよ。ここにあるよ。これで美味しいかどうか試してみよう。あれの作った卵サラダどうかな。うん。うん。どう思う？もっとマヨネーズ入れた方がいいかな。もっと。じゃあもう一杯ぐらい入れとこうか。ニッケ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 Thank you.
ブルーベリーを使ってアイスクリームを作っていきます。じゃあね、ボウルの中にブルーベリーを入れるよ。砂糖です。電子レンジにかけて加熱します。ふんわりラップしてね。じゃあその間に生クリームを泡立てます。で、このぐらいね、8分立てぐらいまで泡立てました。冷蔵庫に入れて冷やしておくよ。氷は使います。ね、700ワットで、2分加熱して、ちょっと軽く混ぜてもう一回加熱していきます。700W でね、もう一回かけてよ。こんな感じでトロトロのブルーベリーソースになってます。まだ熱々だからね、このままクリームと合わせちゃうと溶けちゃうから、まずだんだん冷ましていきましょうか。じゃあヨーグルトここに入れて。どこ？そう、氷に入れちゃおうか。ちょっと待って、ブルーベリーヨーグルトが冷たくなったらクリームと合わせるよ。ヨーグルトはね、スウェーデンだとこういうトルコヨーグルトっていうのがよく売られていて、とっても濃厚でね、美味しいので、このトルコヨーグルトをよく買って食べてます。このバケツはね、1キロの大きなバケツなんだけど、上にね、取っ手がついてるんですよ。だからこれ、ブルーベリーを取りに行く時も便利だし、子供がね、遊ぶのによく使ってます。これをお風呂の中でも遊んでるよね。こういう粒がちょっと残っている方が美味しいんじゃないかなと思います。でも滑らかなものが好きであればミキサーにかけてもいいと思います。今寒いと思う。足見がしたいだけでしょどう、冷たい？ちょうどいい。本当？今寒いと思う。冷凍庫で固めるからね。ちょっと美味しい。美味しい。やめちゃおうかじゃん。じゃあ冷たくなったら、クリームの中にマシマシしたい。ママ見て、ピンクになる。マーブル。美味しそうね、うん、ほら見て、まだ混ざってないから、たくさんだ。そこの方がね、混ざらないから、そこの方からよく
こんな感じでね、均一になったらいいと思うよ。いいよ。これはうまい。これね、ちょっと食べそう。これを冷凍庫に入れていきます。で、こんな感じでちょっと固くなったでしょ。これを一回ね、混ぜます。硬いの？どっち？冷たくなってる？アイスっぽくなってきてる？このままだとね、ちょっとシャリシャリした感じになるから、混ぜてね、滑らかなアイスにしましょうか。もう一回ね、これを固めますよ。入った。もう一回冷凍庫に入れていくね。どうですか？おいしい。になったよ。あれ、硬くて硬くて。よいしょ。どうしたの？何してんの？どうして？ママのだから。Here I go.